第六天神社は東京都杉並区高井戸西にある神社。陶器上の宗教法人名称は天神社。創建年代は明らかではないが、鎌倉時代の頃と言われており、1559年の小田原州所領役長において高井戸との記載がされている。また、古くから当地の陳述者であったと伝えられている。なお、当社は明治時代以前には、 第六天神と呼ばれていた。天保年間には本殿や廃殿が消失してしまう。その後しばらく仮殿の状態であったが、1856年に現在の本殿を再建しており、1872年11月には近代社格制度における尊者に列している。さらに1881年には廃殿も再建された。中央自動車道の新設に伴い社殿を後方に、 a e することとなり、1972年6月には、鉄筋コンクリート作りによる本殿の復典及び、平殿が新築された。加えて、この際には、廃殿屋根の吹き替えや7社の経代車を祀る、現在の抹車殿の新築も行われている。境内及び、当社廃殿への配管は無料である。境内の抹車殿には、以下の経代車が祀られている。また、 鳥居から拝殿に向かうと2体の狛犬が置かれている。手前の狛犬が1917年作り、奥の狛犬が1771年作りとなっており、特に校舎については消失した、旧社殿よりも前に作られた貴重なもので、杉並区の指定文化財にもなっている。境内末社殿明治以前の祭日は11月22日であった。 1965年頃までは宵宮になると農作業を終えた人々がご神酒を飲みながら夜通し拝殿にこもるおこもりという風習があった。また昭和初期までは雨子いかぐも行われていた。ありがとうございます。